昨日は非常事態宣言が全国に拡大されて初めての日曜日となりました。県内各地の様子を上空から取材しました。東北一のターミナル駅、仙台駅の上空です。いつもの週末ですとキャリーバッグを持った観光客や近隣の商業施設の利用者などで混雑しているんですけれども、見る限り人の姿は本当にまばらになっています。今バスと乗用車が2台通っているだけで本当に車の姿が見られません。こういった仙台駅周辺の様子見たことがありません。 JR 仙台駅前は緊急事態宣言を受け大型商業施設が軒並み休業していて、普段のような人混みは見られませんでした。車も路線バスなどが目立つ程度です。県内を代表する観光地、松島は松島湾の小島をめぐる遊覧船、その船着き場のあたり、いつもですと人がたくさんいらっしゃるんですけれども、ご覧のように臨時休業中となっていまして、人の姿はありません。今ちょうど画面の中央にあります駐車場、このあたりも観光バスがいつもずらりと並んでいるんですけれども、そのバスの姿は1台も見当たりません。泉区の大型商業施設です。食品フロアなど一部で通常営業を続けていて、一定の来客はありますが、スーパーは通常通り営業をしているんですが、ご覧のように駐車場に止まっている車の台数は非常に少なくなっています。緊急事態宣言の影響でしょうか、買い物を控えている人もいるようです。